ラルフ・フェールマンは、東ドイツ・カール・マルクスイコール・ュタット出身のサッカー選手。FC シャルケ・レイオン所属。ポジションはゴールキーパー。2003年にシャルケ・レイオンの下部組織に加入。2007年にトップチームに昇格するが、マネルノイヤーから、政治 k の座を奪うことはできず、3試合のリーグ戦出場に留まった。2009から10シーズンから出場機会を求めて、 アイントラハとフランクフルトへ移籍。2011年5月、フランクフルトの広角とマヌエル・ノヤーの移籍に伴い、フルスシャルケ・レイヨンに復帰。2011から12シーズンは、左膝の人体断裂の影響で9試合の出場に終わり、2012から13シーズンは、ティモ・ヒルデブラント・ラース・ウンナー,アーシュタルに次ぐ、第 3GK に甘んじ、リーグ戦での出場はなかった。 翌2013から14シーズンには二人を差し置いて22試合に出場してレギュラーを確保し2015年10月16日には2020年まで契約を延長した2017から18シーズンからはキャプテンに指名されたしかし若手のアレクサンダー・ニューベルの台頭もあって出場機会が激減出場機会を求め2019年7月5日 ノリジシティ FCA1 シーズンのレンタル遺跡が発表された。しかし、ティムクルルとの政治系争いに敗れリーグ戦3試合の出場に止まったことから2020年3月9日にのリッジとのレンタル契約を解除。翌10日にノルウェーの SK ブランへ6月30日までの期限付き遺跡をすることになった。 2020から21シーズンより、フレデリク・レノーの控えとして、シャルケに復帰、各年代のドイツ代表に選出されていた。ありがとうございます。